皆様こんにちは。海の音楽劇プリンスオブマーメイド、海と人が共に生きるに出演いたします、ベニクラゲ役の小坂井和樹でございます。よろしくお願いいたします。僕はクラゲが好きです。酢の物美味しいですよね。今回のクラゲはもう何年も生きている不老不死のベニクラゲでございまして、で、やっぱりお話を伺った時に、あのストーリーテラーでもあるんですね。お客様をこの世界にご案内する役なんで、ちゃんとしたことは苦手なんで、一生懸命練習しようと思っております。今はもう嬉しい気持ちでいっぱいでございます。あのこんなに本格的なメイクアップっていうのをしてもらうことが実は初めてでして、これを毎日していただけるというのは嬉しいと思いますし、終わってからも続けようと思っております。それからもう年取ってきたので綺麗にしなきゃいけませんから、今回あの市村正親さんのあの息子さんとご一緒できるということで、もうこれはやっぱり長いことやってるとこういうことがあるだろうと思いまして、市村さん、お父様の市村さんにはもう君愛人チャーリーバラでスヌーピーとチャーリーというのをやらせていただいて、今度息子さんと小さい頃に道で会うと、ほら草刈さんだよとか市村さんが紹介していただいたあの息子さんがイケメンでね、本当にねイケメンいいですよね。それはあのお母さんとお父さんでイケメンになりますからね。そんな私をあの悲しんでもしょうがないんですけど、そういうことも楽しみにしております。はいはい。今回の作品は非常に皆さんにも、もうもちろんエンターテインメントで楽しんでいただけるんですけども、最近話題になっておりますあの自然と人間ということね、まあ僕らの世代がね一番本当はねいろいろ汚かったのよ。隅田川とか海とか東京とか今随分きれいになってますけど、また新しいものがどんどんできているんですけどね、そんなことの、ちょっと皆さんにも考えていただくことの一端にももしなれば、素晴らしいエンターテインメントとしても素敵な作品になると思いますので、一生懸命務めさせていただきます。皆様どうぞ劇場でお待ちしております。